ネイルのが16番ゲートに入って係が離れます。 スタートしました16番ネイルンのコースタート中では8番ノブノリッキーもいいスタートを切っています芝の上ノブノリッキー先頭に立ちましたダートに移って追って3番プレイフルネス5番シークレットバウ外16番ネイルンのは今4番手5番手追走6番ゴールドスターですその後9番ピュア気象中段前に12番キープザナゲット外14番エメラルドフィジー15番チーちゃん続いて向こう上面中ほど打ち出し沿いから1番のエクセプションが追い上げていきました2番クイーンステネブ中段よりも後ろあとは10番ダブ リスク3コーナーカーブで外を押して13番アフリカンビートが上がっていきます11番グレートスピリットが後方から2投目7番のキーナイス最後方前半634秒後もう1投大きく4番のサンマルク遅れています34コーナー中間から4コーナーへ 先頭8番、ノブノリッキー400を切ってリードは首ぐらい差を詰める5番、シークレットバウ並んでいきます4コーナーから直線今度はシークレットバウが先頭に立ちそう3場審査の3番手ゴールドスター外16番、ネイルンの内はプレイフルネス3頭競り合って200を切りました坂を上って先頭5番のシークレットバウ内食い下がって8番、ノブノリッキー2番手少し差が開いた3番手 また差が開いて、6番のゴールドスターが3番手が3番手接戦、先頭5番シークレット・バウ・ゴーリン、2着、8番ノブのブノ・リッキー、3着は2番のクイーンズ・ゼネブが最後、すごい足で追い上げて、3番手まで上がってきたようです。